皆様こんにちは、ピアノの茂手真智です。この動画のシリーズはマーク・レヴィンのザ・ジャズ・ピアノ・ブックというジャズの理論書を音声のみでザクッと解説していこうというシリーズです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ次のページ19ページいきたいと思います。では、次インターバルの展開ですね。インターバルというのはさっきのページだったとこからね、どの、シャープ連のフラットから入ってますけども、はいから、半音ずつこうドレドミのフラットドミファーとか上がってこう度数をね最初調べたりしてましたけども、ね、そのインターバルの展開ということで、ピアニストが、備えておかなければいけない重要なスキルで、インターバルを素早く展開させること、まあ、展開っていうのはこの例えばドとミっていうのをミとドにしたりとかってことですね。でこれでまたドとミとミのドのこの間の間隔がまた度数が変わってくるんですけども、一般的にはこうインターバルの展開っていうのの規則は、インターバル展開するとメジャーはマイナーになる、こう超難度っていうのがこう単難度になって、マイナーはメジャーになって、マイナーっていうのは単2度とか単3度は超難度とかになって、で完全パーフェクトはパーフェクトの、こう完全5度とかですねは完全5度のまま、トライトンはトライトンのままというふうに書いてますけども、まあ、これは実際、図のフィギュア1から4、2、1から2、1の2、1、3、1、4、1、5を、引いてみて、ますね、まずはフィギュア1の2、ここが超3度メジャー3度の音が入っていますが、これドとミを見換えると、これは単6度になります。マイナー6で、この1個忘れたんですけども、この3元のやつと、展開したやつの度数を足したら絶対9になると、なんで超3度とマイナー6度で単6度で3足す6は9で、超難度っていうのが単難度っていうのに入れ替わると。はい、次1の3いってみましょう。マイナーセカンド、これ半音ですね。でこれどう上にしたら超難度メジャー7度になって、マイナーがメジャーになって 2度と7で2足す7は9です。はい、次4、完全4度の場合ですね。ドとファ、これは完全5度になります。で4足す5は9で、どっちも完全でパーフェクトのままと。そしてフィギュア1の5、トライトーンっていう、あの増4度か弦5度、増4度または弦5度のこの音も、まずフィギュア1の5でこう1個目はこれで、ドを上にするともうトライトーンのままです。でトライトーンは増4度プラス 半音で 0.5 度上がったと考えると 4.5、4.5 で9ということになりますね。これは実際にあの今発症ありましたけども、鍵盤をと1個半音ずつ数えていけば度数が分かりますので、それは、ちょっと調べてみてください。はい、次のページ行くと、次はトライアドっていうのを書いてます。今までね、こう2つの音でねインターバル作ってましたけど、インターバルっていうのは一つ一つ、の個別に演奏するだけでなく、組み合いろんなインターバル、例えば3度と4度の組み合わせて演奏することもあります。例えば3つの3度を重ね合わせばトライアドっていうのが構成されます、ね。まあ、要は3つの音を重ね合わせるとトライアドという和音ができるってことですね。これは、今から4つの可能性がそれぞれ異なるトライアドを構成しますと。超3度の上に単3度を重ねるとメジャートライアドが構成されて、単3度の上に、あ、これ1個ずついていきましょう。1、超3度の上に単3度を重ね合わせるとメジャートライアドが構成される。2、単3度の上に超3度を重ね合わせるとマイナートライアドが構成される。次、はい、3、単3度を2つ重ね合わせるとディミニッシュトライアドが構成される。4、超3度を2つ重ね合わせるとオーギュメントトライアドが構成される。
どういうことかというと、この次のフィギュア1の6というところで、抱えている1を一つ一つ解説していきますね。フィギュア1の6は4つトライアドが示されています。で、一番左がメジャートライアドということで、ドとミとソです。で、ドとミが超酸度で構成されており、ミとソが単酸度で構成されているので、超酸度単酸度でこれメジャートライアドになります。はい、そして次隣がマイナートライアド、 C マイナートライアド、ここは単酸度でここは超酸度になって、これさっきと単と超が入れ替わるとマイナートライアドという和音になります。そして、C ディミッシュトライアドっていうのが、ここが単酸度でここも単酸ですね、ドとミのフラット、ミのフラット、ソのフラット、はい、でディミッシュトライアドになります。で次一番右がドとミが超酸度、ミとソのシャープが超酸度で C オーギュメントトライアドですね。この4種類のトライアドがあるということですね。でこれを弾いてみると、まあ、それぞれちょっとなんとか雰囲気が違うと。で、まあ、テレビや映画の劇場音楽では、まあ、場面によっていろんなこのハーモニーをうまく使って雰囲気を作っていると。メジャートライアドは明るく力強く意気揚々としたサウンド、マイナートライアド暗く悲しげな悲劇的なサウンド、ディミニッシュ緊張や動揺を暗示すると、オーギュメントはちょっと浮いたような感じの雰囲気があるというふうに、この本では書いてありますね。はい、で次トライアドっていうのを今弾いた4和音ありますけども、例えばトライアドっていうのは展開されることがよくありますと。展開系とはルート以外がボトム最低音になったコードのことです。フィギュア1の名では C メジャーおよびマイナートライアドの3つの展開形が示されていますと。1個目がルートがボトムになったルートポジション基本形、サードがボトムになった第1展開形、ファイフスがボトムになった第2展開形ということで、フィギュア1の名がありますけども、まずこの C メジャートライアドと見ると、このどの音が C メジャーの C ですね、これをルートと言いますが、ルートが一番下にいる基本形で、次はこのドを1個1オクターブ上げてミソドってした、これはサウンドが一番下の第一展開形で、これをさらに展開ミを一番上にしてこすとソのが5度になって第二展開形となっております。はい、次1の下の段ルートポジション、マイナートライアドですね。これもドが一番下のルートポジション基本形と第一展開形、ミのフラットが一番下で、次ソが一番下のソドミ第二展開形というふうに展開していろいろ使われますね。でこれは大事なルート、ドミソもミソドもソドミも全部 C メジャートライアドってことですね。ドミのフラットソ、ミのフラットソド、ソドミというのはマイナートライアド。